今昨日林道で散々走ってしまったので、ちょっと軽く整備をしてたんですけれども、昨日かなり水が流れてる部分が麓中間セッションぐらいまでですかね、あったので、もうかなりぐちゃぐちゃになったんですけど、少しこう掃除してみた感じですね。でこの自分がいつも乗ってるこのフィックスのランドナーなんですけれども、もともとこれは2019年だったですかね、長野で、あるコンクールがあったんですけれども、それに向けて作った車です。でこれはいつもお世話になってるビルダーの大滝さんに作っていただいた車ですね、フレームは。でもともとそれ、そのコンクールに出るにあたって、自分がその思ってる、なぜ世の中にはこのフィックスドのランドラーがないのか、フィックス乗ってると乗ってる方は本当によくご認識あると思うんですけれども、例えば、自分いつも乗ってるこのトラックの改造車ですね、あるいは、最近ちょっと乗ってないですけど、このロードフレームを改造したロード固定、こういうのは誤解を恐れず申し上げるんであれば、漕がなくても進んでいくんですよね。で軽い傾斜、5% 以内ぐらい、もうちょっといけるかなと思うんですけど、多少の上がりでも、無駄なペダリング、ちゃんとしたペダリングを知るできるんであれば、もう本当にスイスイ上がっていく。後ろから押されるっていうと、またこれはギア車しか乗らない方にはなかなかわからないと思うんですけれども、押される感じさえ自分はしますね。なのでこの、そのコンクール、ツーリング車のコンクールでしたので、私のこう一存で、なぜ世の中にはフィックスのランドラーがないのか、ランドラーっていうのは旅行する自転車旅のための道具だと思うんですけれども、かつては、僕らの時代ですね、僕らが高校生の時、こういう、今でも自分ランドラー乗りますけれども、伝統的なこういうキャンピングの車ですよね。これで、僕らの時代は、北海道1ヶ月フラフラしたりしてたんですけれども、時代は変わって、そういうことをやる方はもうほぼいない時代になったと思います。多分やってるのは、よくインスタグラムで見ますけど、こういうところに新聞紙突っ込んでコスプレしてる僕ら世代の連中ですよね。それはそれで楽しければいいと思うんですけれども、今の時代なかなかサイドバックをつけたキャンパー、もちろんここにはキャンプ用具、寝袋、テントラとかをくくりつけるんですけれども、そんなことをやる人たちはもうまずいない時代になったと思います。で、僕は高校の時分からツーリング、あとレース、トラックレース、ロードレースやってきましたけれども、本当最近年取ったのか、よく思うことは、もう今例えばこのどうですかね、この乗ってるベンジーですとか、あるいは新しく組んだケジニのアジーレ、こういうその電動変速で、例えば油圧のハイドロのブレーキがついた車だったりですね、こういうものは現代の自転車なので、もちろん性能はいい
と思いますね。ただやってること、この自転車で何をするか、レースをして全日本のチャンピオンになりたい、ありだと思うんですね。それもそれ全然いいことなんで否定はしません。ただこういう最新鋭の車で、例えばグループライドをして、ランチで何かを食べて、まあそれ楽しいからいいと思うんですけれども、それ以上の奥がないじゃないかなと本当に今感じるんですね。で、僕らの時代はこういうその出来合いの自転車、まあこれアジレは僕が作ったんで出来合いじゃないですけれども、まあこのベンジンなんかも最もたるもんですよね。もう完車で、完成のした自転車の状態で売ってる、まあ、フレーム売りもあると思うんですけれども、ほぼもうオリジナリティを出せる限界があると思いますね。今はもうコンポーネンツっていう部品の時代ですので、まあそういう時代とはもう全然違ってたこの過去の時代、まあ自転車を組み立てるいろんなそのアラカルトで部品構成をして自分なりな車を組み立てるっていう楽しみがあったと回想するんですけれども、まあそれと同時にじゃあその車で何をやったのかというと、やっぱり自転車で旅をする、旅行をする、行ったことがない土地に自分の足で漕いでいく、夕方になったらどっかでキャンプをする、もうそのキャンプが目的とかではないですよね。僕らの時代なんでもう古いこと昔話になってしまいますが、キャンプをするんじゃなくて泊まるところの自由度を僕らは求めたと思いますね。じゃあ今日は馬込宿に泊まろう、どこそこのお宿に泊まろう、あるいはどっかのキャンプ場に泊まろうっていうと、一日の行動はそこを終点として行動することになると思うんですけれども、僕らの時代はなんて表現したらいいんですかね、なんかなかなかいい言葉が見つからないんですけれども、まあ僕よりちょっと上の世代、僕は1964年生まれ、今年で還暦になるんですけれども、僕らよりも少し上の世代の皆様方たちですね、多分彼らが、まあ、ここから先は僕の予測、いや勝手な考えなんですけれども、おそらく彼らはなんて言うんですかね、多分その大学のサイクリング部みたいな人たちが多かったので、なんて言ったらいいんだろう、なかなか表現する言葉が出ないんですけれども、Affected by the hippie culture とかいう感じですかね。英語で言うとですね、だから多分これはおそらくまあ僕の個人の予測ですね、これ僕の予測だと、こういう車でいろいろ旅をしたっていうのはヒッピーカルチャーに影響を受けたんじゃないかと僕は思ってます。まあもちろんその今の若い方たちはヒッピーカルチャーなんていうのは分からないと思うんですけれども、これ現代にも今の瞬間、今を生きる我々にも通じるものがあるなと僕は今思うんですけれども、そのヒッピーカルチャーって何かっていうこととなると、もちろんご存知の方皆さん、僕らの世代はご存知の方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、もう代表的なのはアンティワーですよね。アンティワーと、あとフリーダム、あとはあとなんだ、ビノベレーションだとか、あとはナチュラルリバージョンだとか、まあそんな形のことが多分アメリカであったと思うんですね。60年代後半ぐらいの話だと思います。それに影響を受けて多分
彼ら僕よりちょっと上の、方たちが大学のサイクリング部、あの早稲田のサイクリング部なんかすごかったですね当時。あのもう隊列を作って各地をこう日本全国をこうさまよっていたような時代があったと思うんですけれども、多分そこからいろんなこういう旅の自転車のカルチャーが発展していったんじゃないかなっていうふうに、これはあの日本独自の発展の仕方だったと僕は回想するんですけれども、まあそういったその旅の道具としての自転車を考えると、まあさっきの話に戻ってしまうんですが、漕がなくても進むっていうこのフィックスドスタイルですよね、固定駆動、これがランドラーには一番僕は合ってるんじゃないかっていうことを思い、先ほどご説明した長野でやられたコンクールにエントリーをしたんですけれども、まあ今のような話をずっとくどくどと大滝さんに説明したんですね。大滝さんニコニコ笑いながらお聞きいただいたんですけれども、こいつ何言ってんだみたいなことをおそらく思ってらっしゃったと思います。ただこういうその変則的な、僕が個人的に思うランドナーこそ旅の自転車、ランドナーこそ楽に走れるフィックス度がいい、激坂だったら押せばいいっていうようなこの僕の考えをのもとに大滝さん作ってくれたんですけれども、まあこんなあのこれディングルシフトですね、ディングルで 2.1 倍と 2.5 倍ギア比は僕は考えたんですけれども、ただ昨日のルートだと 2.1 倍はちょっときつかったですね。ただもう普通のところ、昨日のところはなかなかきついコースだったので、普通のところであれば 2.1 倍普通にいけると思います。でこの失礼にしたんですが、まあさすがにこの大滝さんですよね、このラグ、このボカマのラグだとか、このラグだとかもこのヒゲのこの削りですよね、すごい薄く削ってますね。これ時間かけて大滝さんやったと思います。この集合ステイにしたって、ここの削りにしたってここですよね、ちょっとよく見えないと思うんですけども、すごく細部にこだわっていると思いますね。これパイプの素材は日本の生産の時代のタンゲのプレステージですね。このダブルテーパードのプレステージですね。ここは細くなってここは細くなる。まあこのマットガードはママチャリ用のマットガードをぶった切ったんですけれども、まあそういったその見る方が見れば細部を細かいところに手が入ってるっていうのがすぐ分かるモデルになってると思います。ただし先ほど申し上げた長野のコンクールでは全く評価がなかったですね。なぜかといえばそういうことをやる方たちは、まあルネールスを代表するフランス発祥の、まあ、コテコテのランドナーが大好きな人たちだったからですね。これは審査員の方も含めてですけれども、まあそういうこうアウェイなところに、それは分かって僕はエントリーしたんですけれども、まあ予測通りの結果になってしまったということになると思います。まあこんな固定駆動のランドラーなんかランドラーじゃねえよみたいな形だったんですけれども、まあそういう方たちはこの所有欲ですとか、あるいは様式美っていうのを求めてらっしゃる方なんで、まあそれも一つの価値観ですし遊びなので、それはそれで自分は OK だと思いますね。ただ僕とは価値観が全く違うっていうことになると思います。まあそんなこんなで昨日も
あの、まあ、大垂水の川上川、あ、下のと言ったってあれですよね、あの、マリメ平か、あのキャンプ場のちょっと手前のところからのピストンだったんで、まあせいぜいあそこのダートって今はもう10キロぐらいだと思うんですよね。なのでアップしてダウンして20キロしか走ってない、そんな程度ですけれども、まあ本当に楽しかったんですよね、この固定ランドランで走るその林道のツーリングは。なのでこう今思うのは、こう先ほどのそのランドナーのそのヒッピーカルチャーのことだとかもそうなんですけれども、自分で考えて自分で楽しむ、そして何にもこうとらわれずに、自分なりの遊びをする、それがそのすごくこう文化的なことなんじゃないかなっていうふうに自分個人は思いますね。まあこうイベントに出てみんなで楽しく走るっていうのもいいんですけれども、それはすごくこう確立性があるところ、なんかこうオリジナルな感じがしないですよね、遊びとして。で遊びとして、奥が深いことっていうのはやっぱりオリジナリティがあることだと自分個人は思うんですけれども、まあそういったことで誰にもこう評価をされないかなフィックスドランドラー、これ僕は個人的には大好きな一台ですけれども、まあそんなことでもう今年60になったんで、今後どうやってこういうトラックだとか、まあ、今から組むあのカーボンのトラックだとかもそうなんですけれども、どういうこう自転車遊びを今後できるかなというふうに、模索してますけれども、多分最後に帰っていくのは僕個人はランドナーじゃんじゃないかなというふうに思ってます。まあこうくどくどと自分の好みの話をさせていただきましたが、まあそんなことで中学校から乗り始めてロードマンをですね、その間ブランクが全く1年もなく、ずっと僕は自転車に乗ってますけれども、そんな自転車ジャンキー、もう自転車アディクトって言っていいと思いますけれども、そういった私の好みがこの車になるっていうお話でございました。大変長い話になってしまい失礼いたしました。以上でございます。